こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。ここちゃん編の5月4日からですね。はるちゃん、あきちゃん、双子説からですね。あ、自分の名前を言い間違える人なんていないと思うけど、まあ私としては春でも秋でもどっちでもいいんだけどね。どっちでもよくないですよ。超重要案件ですよ。でも一応戸籍上は秋になってるわけだし。戸籍上は？おへ？少年、よく聞いてね。私の名前は優美星秋かな。生まれた時からそうだったし、これからもずっとこの名前を背負って生き続けていくんだと思う。いい？春でも夏でも冬でもなくて秋なの。なんでか知ってる？私は今から18年と7ヶ月前に生まれたの。正確に言うと7ヶ月とちょっとだけどね。誕生日は9月22日、出生地は日本。別に南半球で生まれたわけじゃないんだよ。9月って日本では春だっけ？秋だよね。だから私は秋かななの。わかった？これだけ少年が春って言ってるのに、双子の存在が全然感じられませんね。隠してるの？お兄ちゃん、ナッキ先輩。あ、ちょうどいいところに。ちょうどいいところ？実はマヨに聞きたいことがあったの。少年の名前聞きに来たんでしたね。何ですか？聞きたいことって。少年の名前、彼の本名教えてほしいんだ。それも気になるんですけど、ゆうちゃんの方も気になって仕方ないですね。声が聞こえない？少年の名前まだ教えてくれないの？どれだけ重要なの？なんでこんなに引っ張るの？今まで出てきた男性の名前ってたけし君くらいしかいませんよね。まさか倉成たけしとか？でもなんで北斗。お兄ちゃんの名前は北斗だよ。北斗。へえ、北斗か。全然ピンときませんけど。なるほど。言われてみれば確かに北斗って感じかも。
漢字は？なんでカタカナなの？北斗ってなんか今までにありましたっけ？初めて聞く名前ですよね。すごい重要だと思ってたんですけど、なんか全然ピンとこない。何かと関係あるのかな。漢字にしたら何かわかるのかも。漢字を教えてもらわないと。妹、漢字教えて。妹はあんな立派な漢字をもらってるんだから。お兄ちゃんだって。私たちがいる場所、月と地球。地球の衛星は？月。私たちが今いる場所は？地球。レミューの外には何がある？世界。そう、月に海と書いてつぐみって読むの。海ってさっきなんかありましたね。海月の虚空に涼しいホトトギス。月と海が逆ですけど、これは関係あるでしょう。レミューにログインするためのパスワード、これ作ったのゆうちゃんのおばさんですね。一番情報を持ってそうなゆうちゃんのおばさんと、次にいろいろ知ってそうなつぐみんは過去に会ってますね。点と点が徐々につながってきた感じがしますよ。つぐみんが今23歳でしょ。ゆうちゃんのおばさんは何歳くらいなんでしょう。呼ぶな。ん？たけしの方こそパパって呼ばれてるの？今は遊んでる場合じゃないんですよ。ココちゃんはお母さんがいるかどうかは、マンガルジクにそう書いてあるでしょ。いるんですね。次はゆうちゃんのところね。あんまり触れられたくないの？
の方も気になるけど、名前の謎も教えてほしい。ねえクラナリ、私がレミューに来た本当の理由覚えてる？お父さんのこと調べるためでしょ。知らない方がいいですよ。今もね、実はそれを調べてたところだったの。その人は本当のお父さんじゃないですよ。何もパスワードがわからなくてお手上げ状態。パスワードはわかりますよ。でもマヨちゃんがいないとダメなのかな。ありがとう。でももう会えないと思う。私がここに来たのはお父さんの聖女を確かめたかったから。だけど本当はそれだけじゃないんだ。私には時間がないの。それは病状が深刻ってこと？タイムリミットはもうとっくに過ぎちゃってるんだよ。来るまでにどうしても知りたかったの、真実を。そんなに体弱ってるの？一番元気そうに見えましたけどね。病気なのはハルちゃんの方だけ？二人とも？言えない。今言ったらきっと話さなくてもいいことまで話しちゃうような気がするから。それはアキちゃんのこと？なんか事情があって隠してるの？クラナリは罪を犯したことある？タケシ君はスピード違反くらいなら。そう、神に背くような滞在。そんな罪は犯してませんよ。ただし神を信じてるとか信じてないとかそういうことは関係なくて、ただ倫理的に道徳的に取り返しのつかない過ちを犯したこともあるかどうか、それを聞いてるの。取り返しがつかないって、たけし君はそんな子じゃありませんよ。普通の大学生です。私は何したの？前にマヤちゃんが言ってたレディースの総長って。私はもう人間じゃないのかもしれない。え？人でも殺めてるの？あれマヤちゃんの冗談じゃなかったの？決して犯してはならない一線を私は越えてしまったの。え？神に背いたの。神に背いたって本当にやっちゃったの？だから言えないんだよ。今クラナリに話したらそれはきっと言い訳になってしまうから。言い訳？これは
私にとっての現在みたいなもの。絶対に逃れることはできないし、逃れようとも思わない。私は死ぬまで、そう、死ぬまでこの罪を背負いながら、引きずりながら生きていかなければならないの。警察にはバレなかったってこと？でもね、ひどいやつだと思われるかもしれないけど、後悔はしてないんだ。なんで？どういう状況？むしろ良かったと思ってるくらい。だって罪を犯したのは私だけなんだから。かばったの？だから罰を受けなきゃいけないのも私だけで、彼女には何の罪もないんだもん。彼女ってアキちゃんでしょ？アキちゃんを守るためにやったってこと？私自身のこと、もう一人の私。アキちゃんでしょ？アキちゃんを守って罪を犯して、それを隠すために双子であること自体も隠してるの？いまいち状況がよくわかりませんね。でも双子であること自体は隠しようがないでしょ。双子じゃないの？二重人格？その線もあるの？ないとは言い切れないか。何かのきっかけで人格が変わるとか？彼女、私の妹なの。はっきり言いましたね。そう。だけど、彼女は私自身でもあるの。それって…彼女と私は、双子、だから。はい、現地取れました。彼女は私の、双子の、妹だから。はるちゃん、あきちゃん、双子の姉妹決定です。はるちゃんの方が重い病気を抱えていて、あと過去にあきちゃんを守るために人を殺めたかどうかは分かりませんが、神に背くような重大な罪を犯したと。少年が双子の兄弟だっていうのは聞いてたよ。ああ、それね、こういうことでしょ。マヨと少年には年の離れた兄弟と同じような才があるわけだから、一卵性の双子とは違って、それぞれに遺伝した能力っていうのかな、素質っていうのかな、そういうのも全然違うってことなんだよね、きっと。うん、これ双子の話してるのに、アキちゃんはとぼけてるの？演技でこんなにあっけらかんとしてるのか、もしくは演技じゃないとしたら、はるちゃんが犯した罪っていうのをアキちゃんは知らないとか、そういうこと？
田中陽一さんは今から17年前にお亡くなりになっています。え、34年前でしょ。なんで変わっちゃったの。ゆうちゃん編で34年前だったでしょ。田中幸恵さんも15年前に他界されたようです。それは間違いないですけど、お父さんの方なんで。17年前なら本当のお父さんの可能性あるんじゃないんですか。え、パラレルワールドでそこまで変わっちゃったの。ちょっと情報が錯綜してますね。どうなってるんでしょう。これまだまゆちゃんがハッキングしてないから情報が正確じゃないとか。だってレミューで働いてるだろ。ついこの間まで一緒に住んでたの。お母さんの方は代理出産して育ててくれたおばさんでしょ。それが15年前に死んだなんて。に破ってもらいましょう。こっちの少年視点にはまよちゃんがいるんですよね。それ開けばちゃんとお父さんが34年前に亡くなってることもわかるでしょう。というか、パラレルワールドを覗き見ることができると言いますか。私のお父さんとお母さんについて何か分かることないの。お父さんは34年前のはずですよ。あとちょっと分かんなくなっちゃいましたね。あ、そういえばマヨと少年は双子なんだよね。なのに少年はマヨみたいにコンピューター関係に詳しいわけじゃない。その資質もどうやらありそうもない。これはどうして。だって少年の名前北斗なんでしょ。だから北斗。どうして。北斗の漢字が知りたい。そんなバカママのこと言ったってダメだよ。君はこれから死ぬまで北斗っていう名前を背負って生きていかなきゃいけないんだから。まあ確かにそれもそうだけど、
じゃあ本当に少年のままでいいのね。そんなに北斗っていう名前嫌いなの？これまよちゃんがお兄ちゃんの名前嘘ついた？北斗じゃないんじゃないの？聞き覚えがないってことは。おお、よくぞ聞いてくれました少年。実はどうしてレミの認証をクリアできなかったのか、その本当の原因が分かったのであります。私たち今までずっとパスワードが間違ってるって思ってたじゃない。でもそうじゃなかったの。パスワードは多分あれでいいんだと思う。海月の悟空に涼しトトトミス。だからぶっちゃけこういうこと、間違ってたのはパスワードじゃなくて名前だったのよ。少年が言ったように、もしも私の知ってるお母さんが本当のお母さんじゃないとしたら、彼女の本名は田中幸恵ではないってことになる。おじいちゃんかおばあちゃんに聞きましょう。なんかシンキングタイムっぽい雰囲気ですが、全然わからない。頭のいい人はここで謎が解けちゃうんでしょうか。ココちゃんでしょ。これはメモ案件ですね。さあこれで謎を解きましょうってことでしょ。メモですね。ひらがなばっかり。とりあえずセーブしましょう。4回目でした。最後のココちゃんからの出題ですが、考えてはみたものの全然わかりませんでした。今回はゆうちゃんの謎が解けただけでも一歩前進できたので、よしとしましょう。未解決の謎としては、少年の名前が北斗で本当に合ってるのか、まよちゃんが嘘をついたのか、嘘じゃないんだとしたら北斗を漢字に直すと何か重要な意味が現れるのか、あとゆうちゃんのおばさんの本当の名前が必要ですね。これはつぐみんが知ってる可能性が大きいですね。パスワードに海月のって入れてるから、二人は面識があるんでしょう。なんとかつぐみんから聞き出せればいいんですが。そして今回一番不可解だったのが、ゆうちゃんのお父さんの亡くなった時期ですね。ゆうちゃん編の時は34年前って言ってた気がするんですよね。それがどうして今回は17年前に変わっちゃったんでしょう。
34年前ならその人は本当のお父さんじゃないですけど、17年前なら本当のお父さんですよね。他にも考えないといけないことがあった気がしますが、新たな謎が生まれると古い疑問がどこかへ行っちゃってる気がしますね。もうたけし君の恋愛なんてどうでもよくなってきましたよ。なんとか全員無事に脱出できれば、たけし君も誰かと結婚できるでしょう。というわけで今日はここまでにしますね。最後まで見てくださりありがとうございました。